グランドマスターフラッシュはバルバドスブリッジタウン出身のアメリカのヒップホップミュージシャン、DJ である。1970年代、ブロンクスで活躍していた DJ クールハークから DJ を学び、1970年代後半から DJ 活動を始める。アフリカ版バンバータ、クール、ハークと並び、オールドスクール期の最も重要な DJ である。その後、 グランドマスターフラッシュザ・フューリアス5を結成し、1979年にエンジョイレコードからスーパーラッピンをリリース。その後シュガーヒルレコードに移籍し、ザ・メッセージなど数々のラップレコードを生み出す。ザ・メッセージは若者の月頭生活の苦しさをラップし、当時のニューヨークとその周辺だけで約50万枚売れたとも言われている曲で、 ヒップホップの歴史を語る上で重要な作品として現在でも評価されている。同時期にシュガーヒルレーベルに所属していたラップミュージシャンとしてはトリーチャラス3、ファンキー4プラス1、ウエストストリートモブ、スプーニージー、シークエンスらがいた。また、現在、数多くの DJ たちにとって欠かせない技術である、スクラッチを広めた人物でもある。 しばしば誤解されるが、スクラッチを発明したのはターンテーブルで遊んでいた、彼の親戚のグランドウィザードセオドアであると言われている。2007年、グランドマスターフラッシュザ・フューリアス5として、ロックの伝道入りを果たす。2009年、アルバムザ・ブリッジをリリース。ありがとうございます。